ーチン惜しかったね。得票率 100% いくと思ったんですけどね。100いかなかったね。これ不正選挙かもしれんわ。ということで、まあ最初からね、筋書きのあるドラマというか、まあ選挙とは呼べない謎の儀式なんですけれども、ロシア大統領選挙なるものね、ロシア大統領選挙を自称するですね、謎の儀式が終わりまして、プーチンがですね、8割以上の得票を獲得して、支持者の前でね、この選挙は国民からの信頼の結果だなどと嘘を言ってですね、まあ勝利を宣言したと、いうことです。まあ独裁者はね、こういうね、選挙ごっこ大好きでね、世界各地の独裁者がこういう選挙やってます。まあかつてね、サダム・フセインはね、100% の得票というのをね、達成しましたんで、プーチン、サダム・フセイン負けましたね。87じゃどうなのみたいなところなんですけれども、一応ね、ちょっとニュース出てますよ。ちゃんとね、まあ事実だけは共有しておきたいと思いますので、NHK こう書いてます。ロシア大統領選という名の儀式にプーチン氏、勝利宣言、信頼の結果などと嘘吹いているということです。まあ昨日ですね、もうすでに投票終わってですね、開票作業続いているんですが、これ NHK ニュースですね、今日の12時現在ですね、開票率 90% でプーチンの得票は 87.21% だと報じてます。でプーチンね、憎たらしいんですけど、こんなこと言ってますよ。私たちは一つのチームで家族だ。もういい迷惑ですよ。お前なんか家族じゃねえよって感じなんですけどね。だからウクライナ行ってね、んで来いみたいなね、話なんですけど、この選挙は国民からの信頼の結果で感謝すると、これ本気でこれ言ってんだとしたらもう相当頭おかしいと思うんですけど、まあそんなこと言ってると。なんか選挙対策本部っていうのがあるらしいんですけど、いらねえだろこんな制限選挙でさ、こんなやってたらね、何言ってんだという感じなんですけど、まあそんなこといろいろ言ってるということでね、まあ困った野郎だなとは思うんですけれども、各ですね、ウクライナに詳しいね、記者の皆様がね、いろんなですね、ご意見おっしゃってますので、まあまずはね、ウクライナ人でありね、日本にいらっしゃるグレンコ・アンドリーさんね、グレンコさんのツイートですね、ここからちょっとご紹介したいんですけれども、 87% かと。去年の夏、ペスコフ、ロシア大統領報道官が 90% のロシア人はプーチンを支持するだろうと言って選挙結果の事前発表をしましたが、後で 80% 台後半に修正されたということですね、と。いずれにしてもこれは選挙ではなく、あらかじめプーチンが指定した数字を発表する儀式です、ということで、毎日新聞の記事をね、 NHK と同様の内容が書いてあるね、毎日新聞の記事を引用してですね、まあこんな風にグレンコさんおっしゃっております。あとね、グレンコさんこんな風に言ってますよ。ロシアクリミア半島の併合を正式に発表してから今日でちょうど10年です、と。あの時国際社会が何もしなかった結果、今回の全面戦争が起きました。独裁国家が一部の領土を取って満足することはありません。次から次へと領土を強奪します。独裁国家を止められるのは力だけです、と。まあ本当おっしゃる通りだなと、いうふうに思います。でちなみにね、じゃあこの動きを止める、まあロシアの国内でね、この動きを止めるようなそういうまあ運動ね、なかったのかというと、一応あったんですよ。小坂三四郎先生がね、ツイッターで投稿されてるんですけれども、正午に反プーチンっていうね、運動ね、 PPP っていうまあ略称らしいんですけど、これその名の通りですね、投票最終日の正午に投票所に集まることで反プーチンの連帯を見せることを狙いとすると。元サンクトペテルグルムブルグ市議のですね、エム・レズニク発案で、ナワリーヌイの奥さんね、とかホドルコフスキーらが支持と。外国では多くのロシア人が投票所に足を運んだ模様ということで、まあ動画でね、結構まあ出てるんですよね。まあ投票所に行列作ったりもしてると。ただですね、小坂先生こんな風におっしゃってます。この運動はですね、投票に並ぶ行為は、まあ集会デモでもなく合法であり、大戦も逮捕の、まあ口実がないと。まあただし、選挙当日なので、投票所周辺で選挙関連のプラカードは禁止。投票はしてもいいし、しなくても良いと。まあ、プーチン以外の候補、または二人以上にチェックして無効化して、まあ、投票するという手もあると。そういう運動だそうです。PPP の主催者はですね、多くのロシア人が参加したことで、国際社会に対し、ロシア人がプーチンやその戦争を支持しているというのは嘘であるという意義をですね、アピールと。まあ、確かにですね、海外の行列は反プーチンなんですが、国内の行列はそうなのかなと。いうふうに言ってます。半年前のですね、レバダの調査では、76% が戦争を支持したの、していたので、これちょっとね、PPP の主催者、盛りすぎじゃねえかな、みたいなね、穂坂先生は言ってます。で、さらにですね、もう一個大事なことがあってね、副作用があると。ね。次に副作用というふうにおっしゃってんですね。第一に、正午に反プーチン運動はですね、選挙担当にキリエンコ大統領府第一副長官が心配していたですね、投票率を押し上げてしまうことになってしまう可能性があると。で、投票所に行くのがめんどくさい、潜在プーチン支持層のですね、愛国心を呼び起こしてしまうと。まあ要はそのカウンター打ってくる可能性があると。で、まあ一応その、ご自身のツイートをね、引用してね、このように言ってます。政治技術、まあ要はロシアのね、民主主義を偽装するこのテクニックですけれども、政治技術では、実質的競争のない選挙に、見かけの競争性を与える、スパーリングパートナーと、そういう、まあ、ダミー候補立ってるらしいんですね。大統領選挙の結果は最初から決まっていると。結果が決まって見える選挙には、誰も投票に来ない。
投票&プーチンの票も下がる。形式的な立候補者を立てて投票率を上げるというのをやってたんですけど、この PPP やったおかげでですね、ちょっとここの部分が少し押し上げられてしまった可能性があるということです。で、さらにですね、保坂先生ね、こんな風に投稿続けるんですけど、案の定近年稀に見る 70% を超えたというね、投票率がね、キリエンコは今頃、見てください皇帝、これだけの国民が投票所に足を運び、あなたを支持しています。もちろん捏造などありません。現実の数字ですと報告して、プーチンを喜ばせているだろうということで、って感じなんですけど、ここにね、ちょっと数字出しときました。これね。はい。こんな感じ。2000年、これ投票率ね。これ得票率。はい。2000年は 69% 投票率で、得票は 53% だったんですね。で、バーって来てるんですよ。ここでも 70% になりそうと。87% っていうのは、まあ、近年稀に見る得票率ですね。こっちが投票率。こっちが得票率。なので、ここが 70% になってしまってね。過去、稀に見る上がり方でね。プーチン皇帝見てくださいみたいなことになっちゃうよと、保坂先生ね。しかもまあこの87はまあこれ、最初からまあ決まってる数字ですからね。まあこんな感じでですね、うまいこと使われちゃった可能性もあるねと。うん、まあその反対派の動きまでも利用するのがね、ロシアの政治技術のすごいところですよ。で、それからね、あとね、もう一つ副作用があるというふうにね、保坂先生おっしゃってまして、海外の反プーチン勢力に関する体系的データが取得できると。この時間に在外投票所にわざわざ来たもの、投票したものはほぼ反プーチンと特定されると。通常パスポートで本人確認した後投票用紙が発行されると、PPP が言うように運動に参加するリスクがないはずがないということで、まあこれ結構やばいなと。この時間に集まったやつがね、まあ要はそのお前らも反対してんだろうみたいな感じで、まあ、特定されてね、後で来ますからね、あいつらね。これちょっと危ねえなということです。で、他にもいろんな方がこれに関してね、関連で論評してまして、藤原志学さんね、これ朝日新聞の記者なんですけど、まあ、例の佐藤勝インタビューが出た時にね、まあ批判をした人です。自分の会社の新聞の記事だけれども、自分で批判したという人ですけど、この人曰くですね、ゼレンスキー大統領は選挙の真似事とし、イギリスキャメロン外相も自由で公正な選挙とは言えないと非難。そもそもウクライナ領で投票を実施している時点で正当性などどこにもないということで、まあ、この結果ですね、2030年まで権力の座につくことが確定という。まあ、スターリンみたいなもんですね。くっそ長くやるんでしょうかね。このね、今の藤原さんのツイートを引用して、平野さんがこのデータを実はアップされてたんですよ。いわくですね、毎回不正が多く確認されているので、過去の数字も今回同様、民意と真に受け止めるには値しないけれど、政権の意図を探る目安として、まあ、こういうのもあってもいいのかなということです。平野さんはね、こんなこと言ってますね。プーチンがですね、無関心な人々を恐れよ。今年はスターリンによる先住民族、クリミア・タタール人強制、80周年であると。ロシアにさらわれた、ウクライナ児童、クリミア・タタール人、日本人抑留者、様々な人の苦しみを喚起し、無関心への強い、警鐘を鳴らす文章ということで、これ産経新聞ね、斉藤勤さん書いてる、無関心な人々を恐れよという、まあ、このね、章ですね、産経の、まあ、記事をね、まあ、紹介されてるんですけど、まあ、こういうことも、まあ、おっしゃってます。それからね、もう一人、朝日新聞のね、小牧さん。小牧さんも、佐藤勝のインタビュー記事が掲載された時に、朝日新聞おかしいってね、朝日の人なのにおかしいって言った人で、まあコメントプラスにもね、佐藤さんが言ってることはミスリードだってはっきり書いた人ですけれども、小牧さん曰くですね、実は2012年の大統領選では、日本で行われた在外投票だけ見ると、プーチン氏は敗北していたのですと。東京、大阪、新潟、札幌で、勝利は東京だけ。ある外交官は、今度そんなことが、ことになったら私クビですよ、と、冗談とも本気ともつかないことを言ってましたと。まあ今回はね、チェコでの投票がね、プーチン負けてたんじゃねえか、みたいなね。4% しか支持率なかったんじゃないか、みたいなね、こと言ってるわけですけれども、どんなもんかなと、まあ作られた数字なんですけどね、腹立つなと。基本的にはですね、まあ今回の儀式なんです。もう一回ちょっと保坂三四郎先生のね、ツイッターでの投稿をね、ちょっとお読みしたいんですけど、そもそもね、真の野党候補が立候補できないんですよ。ロシアの選挙ってね。保坂先生も言ってます。で、これを選挙として分析すること自体がもう誤りなんだと。ということです。ではなぜ選挙をやるのかというと、プーチン皇帝に対する忠誠、国家を総動員する儀式が必要だからと。本人の、満足げな表情が示す通り、お祭りは成功と。進化も安堵してると。これ失敗するとお前のせいだつって粛清されちゃうんで、まあそういうことですよ。もう皆さんお分かりですねって話。これだから儀式なんです。ということはですよ。これが終わったらですね、プーチンは総動員をかけてくる可能性が非常に高いと。まあ今ただでさえ軍事経済に全振りしてますけれども、これから総動員かけてね、もういい加減ほら、兵隊も取れなくなってきているので、いわゆるね、モスクワから離れた、しかも少数民族からいっぱい、取ったでしょ、兵隊。それから受刑者もね、みんな戦場送ってみんなやられちゃったんで、35万人もやられちゃったんで、もうそろそろ人取れないんで、そろそろモスクワの周りからも徴兵が始まったりとか、まああとね、兵器はないですからね、まあ古いストック持ってきてこれでやれ、みたいな。映画スターリングラードのですね、まあ冒頭のシーン、銃は二人に一丁だ、みたいな、まあそういう世界になるのかな、みたいなね。まあそんな風に思います。まあいずれにしろですね。まあ、今回選挙という名の儀式なんですよ。まあ、選挙じゃないと。まともに分析すること自体にね、まあ、ほとんど意味がないと。これをやることによって、さらなる動員を、ま、かけてくると。
で、それからね、あともう一個ね、さっきちょっと紹介した藤原志学さんがね、また面白いこと言ってるので、これちょっと読みますとね、プーチンがまた選挙を盗んだ。だがウクライナは盗めない。イギリスは同盟国とともにウクライナへの集団的支援を強化し、盗っ人に待ったをかける。歴史が示すように、独裁者を止めなければならない。さもなくば、奴らはまた盗みに走ることになると。イギリスのですね、シャップス国防大臣がですね、選挙は盗みというね、選挙は盗まれと、ね、いう、まあ、トランプをはじめとしたね、まあ、陰謀論者が言ってるのを、まあ、うまくこう、ターンアラウンドしてですね、ウクライナは盗めないよと。選挙は盗めてもね、プーチンがね、いくらね、まあ、選挙じゃないんですけどね、儀式ですからそもそも。選挙でもないんですけど、イギリス人らしいですね、皮肉の効いた、まあ、こういうね、ジョークを言ったと、いうことでございます。さらにですね、これね、土の子新聞ですね。土の子新聞が報じていて、まあ、ヤフーなどにも転載されてたんですけど、またロシアがですね、武力による威嚇というかね、牽制始めてると。ロシアのですね、外交評論家のね、ルキアノフっていうのが、まあ、いるんですけれども、まあ、こいつが書いた文章をね、まあ、そのまま何も添削せずに、キャプションも入れずにですね、恥ずかしげもなく、まあ、掲載したと。いわくですね、大統領選挙終わったら NATO との衝突の可能性もあるぞみたいなね、またまあ、脅しですよね。そしたら今度はね、まあ、核使うぞみたいなね、また話になるんでしょうけど、最近こういうの多いんですよね。ロシアをあんまりいじめると核を使うぞとかさ、まあ、ロシア攻めてくるぞとかね、まあ、結構多いんですね。これは、ちょっと二つの文脈あって、このルキアノフは、まあ、これおそらく、恫喝のつもりで言ってるのかもしれないですけど、まあ、ヨーロッパの方は攻めてくるぞって、やっぱそうなんだってことで、まあ、守りを固めると、いうことで、これちょっとやぶへびになるかもしれないなと。まあ、少なくとも、NATO の東方拡大についてはですね、今回のウクライナへのね、全面侵攻っていうのは、やぶへびになってるわけですから。こんなことこのね、ルキアノフ言わせるとね、これ、むしろ、なんか、ね、逆効果なんじゃねえのみたいなね。まあ、そんな風に思うんですけれどもね。あと、まあ、産経新聞はですね、なかなかこの、選挙に関しては厳しいこと書いててね。弾圧ばらまき、投票動員、プーチン氏歴史的勝利の裏に、数々の作為、ロシア大統領選ということでね、ちゃんとこういう記事を書いてる新聞も日本にはあると。土の子がね、そんなまあ、ロシアもね、まあそういう、評論家の文章を載せてるかと思えばですね、まあ産経新聞はちゃんとこういう批判を書いているということでね。まあ一応私産経新聞撮ってますけどね、電子版ですけどね。頑張ってください。はい。ということで、いずれにしてもですね、このまま、このね、プーチンが、まあ権力の座にいるということはですね、戦争は簡単には終わりそうにないですね。まあ、この後総動員がかかってですね、西側の援助が到着する前にね、ウクライナをやっつけようと、いう気満々でですね、いろんなこと仕掛けてきます。まあその中で一番でかいのは宣伝なので、皆さんこれに釣られないように気をつけていっていただければと、いうふうに思います。ということで、今日の内容面白い、興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方お願いします。